ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。てかこの屋敷みたいなの全然入ってない。これなんかあれなんだね、クエストで来る感じだね、ここね、多分。てかなんかここからは入れそうにない感じだな。なんかどっかから入る道があるのかね。まあでも来るべき時に来たらいい。それはよし、じゃあ行きますかね。次はスカイシャドウ。これ取れてないの？なんか行ったよね、ここね。行ったら間違いなくスカイシャドウ取って帰ってきてるはずなんだけど。とりあえず行きますか。こっち道違えな。いい景色だ。で、こう行ってないか。ちょっと行くじゃん。なんかクエストで生かされそうな気がしないでもないけどね。味も耐えるな。ちょっと待って、ここだ。あ、でも行ったことないか、この道。なんだ今の。あ、リーフバイパー、あんな動きすんだ。敵がどんな生態なのかみたいなの全然分かってるわけじゃないから。あなたに会うまでこんなに戦ったことなかった。これからも戦うことになるぞ。覚悟してくれ、ミリー。あ、対岸だ。こっちじゃなかった。宝箱あるんじゃない、あれ。なぜか屍が置いてあるけど。
渡るか。見つかってない。初めてだな、ここな。来てないね、ここは。ひつぼ、かつぼ。あ、誰かいる。旅人、こっちに来て。ここに一人じゃ入れないんだ。ビニールサーレ。地元の人たちが、ひつぼの中にある岩の裂け目に印をつけてくれた。ここで岩塞を探そう。私たちが岩塞を手に入れておけば、失望から離れるようタッリノアを説得しやすくなる。何の話だ。彼女にたっぷりお説教する前に危険から離れさせたいからな。タッリノアとは何者だ。私の妻だよ。ああ、なるほど。ブルケシの岩塞を集めるために一緒にこの呪われた失望洞窟まで来た。危険な獣を探すのだから守ってくれる人を雇おうと提案したんだが、私が洞窟を調べる方法を計画している最中に一人で突入してしまったんだ。ブルケシの岩塞とは何だ。ブルケシの体の表面で冷えて固まった溶岩のことだ。ブルケシっていう敵がいるんだ。それを回収するために雇われタッリノアと来たんだがな、タッリノアが命を落としてしまったらゴールドなんて無意味だ。旅人、妻を助けてくれ。金なら払う。分かった。ブルケシの岩塞とタッリノアを探して来よう。地元の人たちが失望の中にある岩の裂け目に印をつけてくれた、うん、ここで岩塞を探そう。私たちが岩塞を手に入れておけば失望から離れるようタッリノアを説得しやすくなる。ゴンファローネ湾の船乗りは溶岩の獣だと言っていた。溶岩の獣。ブルケシは岩でできた外皮を蛇のように脱ぎ捨てるんだそうだ。山ほど岩塞を持ち帰れるに違いない。だがタッリノアは一人で行ってしまったんだ。なぜ岩塞の山が溶岩の裂け目のあたりにあるんだ。はあ、ここの人たちが溶岩の裂け目からブルケシュが現れたのを目撃したそうだ。裂け目がブルケシュの表皮を削り岩塞が剥がれ落ちるんだよ。なるほどね。ここの者がブルケシュを見たのか。この山の頂上には失望を覗き込める場所があるんだ。カリウドは普段ここには近づかないが、うん、勇敢な人たちがこの洞窟への冒険の準備を手伝ってくれたんだ。つまり岩塞を取れるか否かは私たち次第ってことだな。で、岩塞とは何だ。ブルケシが溶岩の獣だというのは知っているよな。いや、知らん。溶岩が空気に触れ冷えたものが岩塞だ。加工には向かないが腕の立つ錬金術師と学者はとても興味を持っていてな。だからこの仕事が回ってきたんだ。なるほどね。それを売ってお金になるってことね。で、奥さんについて教えてくれないか。タッリノアのことか。そうだ。タッリノアは思いついたら止まらないタイプでね、巻き込まれずにいる方が難しいんだ。彼女が無計画に危険へ飛び込むのはこれが初めてじゃない。ただ私を置いていったのは初めてだ。前にも危険に飛び込んだならなぜそんなに心配するんだ。グレナンブラの鉱山で見失うのとはわけが違う。溶岩があふれる手つかずの洞窟へ飛び込んだんだぞ。まあそうね、うん、手元に武器はない上注意は散漫で方向音痴。二人で作った唯一の地図も持たずに向かったんだ。なんでそんな状態で突っ込んでったんだろう。で、ブルケシの岩塞がなんでそんなに重要なんだ。私たちは依頼された素材を集めている。どんな用途があるのか、なぜ求められているのか、依頼者側の都合を常に把握しているわけじゃない。なるほど、そういうことか。岩塞は生き物から生まれるものだからな。何らかの魔法の性質でもあるんじゃないか。岩塞は危険なのか。ブルケシュにくっついている時には、もしくは狂気の錬金術師が手にした場合には、まあ安心してくれ。仕事を引き受ける前には依頼人と必ず面談している。倫理観のまともな職人としか付き合わないよ。私たちの評判を守るためにもな、うん、依頼人について知ってることは。悪いが大して知らないんだ。サマーセットの錬金術師で炎から身を守る薬や粉を作る方法について調べているそうだ。なるほど。タッリノアと私にはそれで十分だった。彼の評判を聞いて回ってから依頼を受託しここへ来た。なるほどね。だからあれだね、ねえ、うちらがさ、こうスキルでね、こう
鉱山労働者の常習とかね、うん、まあ錬金って言ってたから、うん、錬金はないのか。うん、まあこういう感じ、助手だから、うん、雇ってるじゃない。まあこういう人たちが多分集めてきてくれてるんだろうね、うん、行こう。失望、この地の伝説によれば、失望に入ったものはレアで入ってウェルダンで出てくるという。しかし中の獣は焼き方をエリ好みしながら、これどっかで聞いたことあるな。でもいや、そう上回る暑さだ。お、早くガンサイトタディノアを見つけよう。そうしよう。手遅れになる前に。その前にこんな感じ、なんか面白そうなダンジョン構成だね。右側に行くと上の階だね、基本的には。まずスカイシャードを取りたいな。こう行こうか。こう行ってで、スカイシャード取ってボス倒して、ボス倒したら、でもここもう出口あるな。先にこれだけ調べようか。なんかすごいな、裂け目の洞窟なの。なんか吹き出してるけど。タリノアはどこにもいないが、岩塞がある。触っても大丈夫だと思う？いやー、なんか嫌な予感がするけどね。収まったタイミングで行かなきゃダメじゃん、これ。よし。ああ、これは質がいい。タリノアが喜びそう。これでタリノアを探さないとな。引き返す、引き返して反時計回りで行こう。邪魔だ。よし、いるな。これがブルケシュなんだ。人影みたいな感じだ。こいつからは得られない。なんか上からやってる。鉄の精霊、あれデッドランドでもやってたな。え、ちょっと熱っ。普通即死だけどな、あんな。岩塞はあったが、タッリノアの消息はわからない。タッリノアが待ってくれていると思っていたが、まるで声がしない。だいたいボスのとこにいるだろう、そういうの。それなんなん。で、こっちだ。あれ？ブルケシュ死んでるけど。うずい。
印をつけた最後の裂け目だ。でも、リノはきっと下のくぼみに入ったんだ。あそこへは行かないと約束したのに。下のくぼみ、どうして？ちょっと待って、ここ見ていきたいな。またいるのか、これ。どうして水がこんなに枯れていると思っていた。川が入り込んでんだね、この洞窟。ボイアントアーミガーに入れたかも。派手なのもいいけど、自分のスタイルを貫いてよ。すごい、なんか露出度高い人いたね。ここ上がれる？上がれる。下もあんな。すごい立体的な洞窟だね、ここは。ここだな、この隙間縫っていくと、あれ？違う。え、下？下の道？下の道は下の道で違うよな。上にまた道があるのかな。普通にミリ強いんだよね。普通にミリ一人で倒せんだよな、雑魚。こっちに渡る道が必要ですよ。あれ、これここ通れないのか。結局こっちからぐるっと行かなきゃダメだ。植物に水、壺と聞いて思い浮かべるものじゃないな。そうだな。そしてここすげえ綺麗だ。いいね。いけるな。あれだ。よし。で、あとはもう中央。あれはやられちゃうな、あの人に。なんかこっから降りる道ねえかな。普通に行こう。なんかある。あれ？いや、人じゃない、よかった。下にもなんかいるな。あ、いる、タリノは。
リノアの水筒、なぜ置いていった。大変、岩が崩れてる。下に落ちたんだ。いるね、うん、下にいるぞ。タルティノア、立って、すぐにここから出よう。待って、大きな裂け目がある。先に近くの岩塞を集めましょう。本当に頑固だな。頼む、なんとか言ってやってくれるか。あなたみたいな人が通りかかると知ってたら、私だって一人でここに来るのを考え直してたかもしれない。でも考え直さなかったと思う。私たちの生活はリニルサールに約束した生活と違うから。私は変えてみせる。どんなに危険でもね。何が起きた。あの岩場で休んでいたら足元の岩が崩れたの。ビニルサーレはきっと私を治癒士のところへ連れて行って、この洞窟が危険だって私は知ってたんだとかくどく言い続けるだろうね。だろうな。正論なのがとっても尺に触るわ。お前が悪いんだぞ。でも岩塞を全部拾うまで帰らないと意地を張っているらしいが本当か。そんなことない。ビニルサーレの言う通りかもしれないね。けどこの仕事には人生がかかってるの。そのお金がないせいでもう結婚生活にひびが入ってるんだよ。だからお願い、岩塞を取ってきて。岩塞はあの山から取ってこよう。ありがとう。ビニルサーレはあなたを信用してる。私たちの幸せへの希望を託すわ。運が良ければ今日の後悔は岩から落ちたことだけで済む。命あってのものだよ、お金だ。これ以上火傷する前にここを出よう。うん、連れて帰れ。あとは俺がやる。さてと、ここにボスがいるはずなんだ。とりあえずガンサイ拾っとこうか。集めたね。ちょっと出てくるまで待つ。せっかくだからクリアして出たいしね。お、箱があるじゃないか。ドラゴンでもここまで大きくないよね。クジラだ。昔はここはだから水の中だったんだろうね。溶岩の洞窟に変わってしまって、全然出てこないな。あ、出てきた。エシュクルムベヒーモス。浮いて、たわいもない。よし、クリアだな。あ、どっから、これだ。
よし、ちょっと出てくるとこ変わっちゃったな。あ、子供だ。あ、でもヘビーの一種になんだリーフバイパーは。そうか。なあ、君は失望へ入っても大して問題なさそうだな。私たちと同じように。岩塞を持ってきたの？ビニルサーレの直感は私より鋭いわね。ありがとう。あなたは私たちの生活を改善してくれた。この岩塞のためにいろいろなことを計画したんだから。こんな岩塞で君たちの生活は潤うの？さて、着いたな。欠けてはおらず、活動は部分的だが間違いなく生きている。どうだ、岩塞はあったか？ああ、最後のブルケシの岩塞を回収した。ありがとう。どうやってお礼をすればいいか。俺はいい。おかげでタッリノアは助かった。そして依頼された以上の岩塞も手に入ったよ。タッリノアが怪我をしたから払える額は少ないが、これを受け取ってくれ。うん。くれぐれも気をつけてくれよ。この諸島は危険だからな。妻と私がその証拠だ。これからどうするんだ、二人は。タッリノアの傷は手当てが必要だ。それに私も何か気持ちを落ち着かせてくれるようなものが欲しいな。なるほど。この後どうするか。岩塞を整理して野営地を設営し、今晩の食料を調達しないとね。タッリノアの傷はひどいのか？死にはしない。だが回復には時間がかかるだろう。いつまでここにいることになるか。できるだけ早くサマーセットへ帰る船に乗るつもりだよ。この諸島は美しいが、輝くあの島とは比べ物にならないからね。依頼人はそんなに待ってくれるのか？待つしかないさ。こんなところにブルケシの岩塞を収集しに来る命知らずは私たちの他にいないだろうからね。それにだ、依頼主にどう思われるかなんかより私たちの健康の方が大事だからね。そうだな。タッリノアの回復を待ってから出発するよ。そうしてくれ。何を考えてたんだ、死ぬところだったぞ。ああ、心配させたかな。でも大丈夫。ほら、少し休めばいいだけ。運が良かっただけだ。次もまた危険に飛び込んでいきそうで心配だよ。大丈夫、教訓は学んだ。次はちゃんと前を見て歩くわ。そういうことじゃないんだけどな一人で突っ込んじゃうのを怒られてんのにな怪我したことじゃないんだけどな。まあ大体ああいう子ってそうだよね自分がなんで怒られているのかっていうのが本当に理解してないから何回も同じことを繰り返すんだって。反省してない。反省してないやつも同じね。その物事がどれ、その物事にどれくらい真剣に考えているのか、それが浅いとまた同じことを繰り返すね。忘れちゃうから、その失敗を忘れてしまうから。よし、じゃあ次だな。ここ行きましょうか。まだ行ったことないね、ここね。なんかクエストがあるかもしれない。クエストないよな、ここな。一応でも見回ってから行こう。
俺こっちまで来たことなかったな。この小さい船はどっかに連れてってくれるわけじゃないんだね。綺麗だな、それにしても。わかった。でも泣かないでよ。ドルイドのサークル、あ、ここあれか、うん、来たね。そういえばいい準備運動になった。あっちに見えてるのなんだろう。なんだろう、あの影。方角的には雨の巣でもないし、雨の巣だってこっち側だもんね。なんか船が停泊してるぞ。なんかありそうだな、ここ海賊船とかならず者たちがいそうな気がするな。ジュリの入り江、なんかでも敵がいる感じじゃないね。こっちはいる、超越の者たちがいるわ。まずあのスカイシャード取ってこい。あそこだな。どうやってあそこ行くのよ。こっちから飛び乗るとかそういうこと。なんかこういうなんかアスレチック要素高いスカイシャドウ多いな。ハイアイル、いや、こんなとこじゃないよな。上から行ってんの。上から行ってますね。行き道があんのかな。なんかクエストできそうな気がするね。クエストがなんか受け入れる場所でもないし、メインクエストで来るんだろうね、ここには。なるほど、こっち側から来るのか。
なんだろう。ここだな。あ、危ねえ。弾かれたらやり直しだった。よし、船が。あ、ノルドの船だ。ああいうの見れるのいいよね。止まってる船だけだったからね、今までずっと。海を航行してる船を見るってことがなかったからね。ちょっとああいうのは。上がるよね、うん、こっちは？エルダータイド。ドルイドたちだな。今のが最後？よかった。すまんな。レッドガードのスタイル。魚焼いて食べてるんだ。あ、クエストあるぞ。フェネロ・ベレシ、興味を示してくれてよかった。フェネロ、興味を示してくれてよかった、フェネロ。ストーンランモリから地図の断片を回収すれば、労力に対してちゃんとゴールドを支払おう。ドルイドは問題にならないが、あそこの自然は荒々しい。足元には気をつけてくれ。かけらはディフォート港にいる私のところに持ってきてくれ。エシュマーディン船長。うまくいかなかったんだ。これか。これ、シマディン船長に渡せばいい。ディフォート港。ディフォート港、ここじゃねえよ。ここだ。これね。あ、これ違う。エシマディン船長。まあいいや、この辺りにいるでしょ。じゃあここ目指しよう。目指しよう。こういう道気になるんだよな、すごい。どっかに繋がってる感じするのよ。なんかあるぞ。何あれ。ドルイドの祠みたいな。祈る、祈ろう。そうすると何が手に入ったんだ。バフもらったね今。ダッシュ消費 40% 低下、これはありがたい。種付けば
ね、こういうところちょっと怪しいなと思ったら入っていくのもこういう恩恵がもらえていいわ。なんかこう冒険心をくすぐるエリアだね、ここは。なんだろう、なんか人為的なものじゃねえな、獣の仕業みたいな感じだなこれ。あいつか。なるほど。綺麗だね、綺麗だねと思ったらホーバークマがいるわ。気になってたの、ここなんかあるんじゃないかと思って、ちょっと行ってみようか。君ちここじゃないだろうけど、クマいる。よっ、巨大コーラルクラブ。なんかダンジョンがあるってわけじゃない、でも巨大コーラルクラブがいます。どういうわけか。カニちゃんの楽園なのかな、ここは。その割には人工物すごいな。あそこなんだ。何かでもあるわけじゃないね。なんかありそうな島だな、あれも。でけえ船止まってんな。あ、なるほど、ドレッドゼルリーフに行く入り口だ。なるほどね。ローマンク・ゲリーン。デュフォート家が死。ああ、名誉あるデュフォート家と契約を交わしたいか。我々は脅威をシストレスから振り払うため、有能な人材を求めている。任務とは何だ。ドレッドセイルの海賊艦隊と戦うため上陸部隊を編成したい。なるほど。提督からはできるだけ多くの有能な戦士を集めるよう命じられている。1ダースくらいな。なるほどね。12人で参加できる
レイドだからってことね。上陸部隊に参加しよう。なら六艇エンピリアンのタラップを上がれ。足元には気をつけろよ。機関の高さから落下すると危険だからな。下の甲板にいるパーサーアシクロフトに報告すれば参加を確認してくれる。わかった。この任務について他に話せることはあるか。とても危険だってことだけだ。ドレッドセイルは特に立ちの悪い海賊で、ここ数ヶ月で手に負えなくなってる。提督が報復を考えるのも当然だ。なるほどね。その服いいな。ちょっと中に入るクエストだけはやろうか。でかいね。いいなあ。あのノルドの船が動いてるところ初めて見たわ。まあ、さっきも見たんだけど。やっぱりあれだね、バイキングの船だね。基本的には自分たちでオールでこいで進んでいく。でかいカヌーみたいなね、うん。風の力はまあ最小限にもらってる感じだね。それに加えね、比べてこっちはもう完全に風の力。たくさんの帆で風を受けて進む。すげえ船だな。ロフテエンピリアン。こっちは選手。いけないかな。いける。いけるけど、行ったっきりじゃないかこれ。上がれないかなここ。上がれる上がれる。あ、ここでも入れないかな。乗れないなここは。見て、あんな感じでイルカみたいに遊んでんだね。すげえな。危ない危ない危ない。うわー、弾ヒュンした今。こっちからか。これから、ここから上がれそうだね。いやーすごいな、こんな船を。操れたら最高だな。ここから入るんだね。ダリンここなのか。前見れなくないこれ。すげえ船だな、こんな。ドレッドセイルリーフ、うん、岩がちの浅い珊瑚礁に囲まれ、凶暴な肉食獣が住むこの小さな小島はシストレス諸島の辺境に位置する。ドレッドセイルの艦隊上が制圧するまで人間もエルフもここを踏み込んでいなかった。パーサーシュ、やっと来たな。あなたのことは記録しておいた。仲間たちも全員ここに来るようにしてほしい。任務を成功させるにはタイミングが全てだ。分かった、上陸部隊に加わろう。了解。戻った時に報酬を受け取れるように手配しておく。戦いの前に心配事を抱えなくて済むようにね。さて、準備はいいか。準備はいい。ありがとう。ガルベンディア提督から任務の説明を受けてくれ。最重要任務だ。それからここにある資源をうまく使ってくれ。何でも全て利用していい。すぐそこにガルベンディア提督がいる。上陸する前に知りたいことがあったら聞くといい。待たせない方がいいぞ。一体我々はどこに向かっているんだ。ドレッドセイルリーフ。ドレッドセイルの海賊艦隊が隠れている島だ。
小さいが、あそこの浅瀬はシーメイジが風や潮をいじらなくても十分に危険だ。シーメイジ？マオマーのシーメイジと遭遇したことがないなら驚くかもな。ドレッドセイルのリーダーは特に強力だそうだ。嵐を起こし、無数の船を沈めてきたらしい。なるほど。この船もそうなっちゃうんだよな。よく聞け、戦いの時だ。ガルベンディア提督。まあ入るときにここで出入りを受けて、まあ入っていくと。こっちがスタートなのかな。ドレッドセイルリーフは右舷から泳いでいけばすぐだ。霧を抜けろ、いい鍵を。なるほどね。これがドレッドセイルリーフ。とまあこんな感じでございます。まずは船から飛び降りて、上陸するというところが始まる。